ゲームになってくるね。曲がるときには板がこう傾くね。で傾いたときにこのコンケーブしてる部分がこうなったときに効くっていう発想で上手で、まあ、無垢な板だから合板にはできないぐらい立体的に作ったのが特徴的なんでしょう。まあ、実際この木は全部杉なんですけど、この緑色の部分だけ栗をちょっと圧着してつけてあります。つけるとやっぱこの部分が削り取れちゃうんで、ちょっとだけでも硬い他の木をエッジとしてつけてます。グラフィックが佐野さんの家に書いてもらいました。僕を意識したグラフィックになっております。避ければ。